皆さんこんにちは。今日は北見神社を参拝します。北見市は実は坂の多い町でして、北見神社も小高い丘の上に立っています。大通り側からも入れたんですが、ちょっと駐車場の入り口を華麗にスルーしてしまいましたので、丘の上から駐車場にアクセスしたいと思います。北見神社は明治30年6月、屯田歩兵第4団体の野付牛一遊にあたり、天照大神を奉祭したのが始まりで、当時は護国神社と呼ばれていたそうです。現在の丘の上に移転してきたのは明治38年5月、日露戦争記念として現在地に遷社してきたということです。左側はこれはお寺でして、北見神社の敷地ではありません。このお寺の敷地の隣が北見神社の敷地になります。右側にもお寺のような建物がありまして、この辺りは神社仏閣が多いエリアだと思います。左が北見神社の入り口になります。このまままっすぐ進みますと北見市の中心市街地ということで、右側には北見赤十字病院の大きな建物も映っています。ここで左折して北見神社の駐車場の方に向かいます。またここから少し丘を下るような形になります。舗装が見えているのはロードヒーティングの効果でしょうか。立憲民主党の建物の前を左折しまして、北見神社の駐車場の方に向かって、今度は坂道を登っていく形になります。北見神社は国道から丘の上まで参道が続いていまして、その参道を一般公道が横切る形になっています。そして右側が北見神社の駐車場となります。駐車場に降りるところもまた下り坂になっています。降りるときはいいですが、登るときは肉だとちょっと厳しいかもしれません。それでは北見神社の駐車場に駐車をしていきましょう。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。北見神社はもともとは護国神社と呼ばれていまして、その後大正10年4月、社号を野付牛神社と定め、昭和17年の10月に北見市の市政執行に伴い、社号を北見神社に改称しています。はい、それでは車を降りて徒歩で撮影していきましょう。今回はですね、iPhone 12 Pro で撮影しています。今まで iPhone 7だったんですけれども、ちょっとバッテリーの持ちが悪くなってきたのと、記憶容量があまりにも少なかったので買い替えました。これが iPhone 12 の撮影テストということになります。大通りに面して広い駐車場がありまして、本当はこの大通り国道39号に面した駐車場に入れたかったんですが、うっかり華麗にスルーしてしまいました。それでは早速北見神社を参拝していきましょう。石畳の階段状の参道が美しいですが、これは下から登ってくるのはなかなか大変そうです。北見市はですね、気温はとても低いんですが、雪はあまり多くない地域ということで、階段の石畳もきれいに除雪されています。そしてここからさらに上りの階段が続いています。上っていきましょう。よっこい小一。上るとですね、北見神社の境内ということになります。小ぶりながらもなかなか綺麗で密度の高い神社です。雪化粧と石畳が美しいですね。
左側が北見神社の社務所になっていまして、社務所の隣ではお守りも販売しています。こちらの窓ももちろん二重窓、この辺りの寒さがうかがえます。昭和25年6月、農業の神豊受け姫の神がご奉仙されています。まあ北見市といえばやはり農業の町ですから、農業の神ももちろん祀られています。それでは社殿の方に向かっていきましょう。この通路を進んで右側にあるのが社殿で、こちらの社殿は昭和55年7月、市民の御城祭により竣工したということです。北見神社の白い提灯に描かれた赤い菊の門はまるで日の丸のようです。ちなみに赤い菊の花の花言葉はあなたを愛しています。こちらは手水、手を洗う場所になりますが、北海道なので冬期間は閉鎖されています。新型コロナウイルスのため中止しているということで、代わりに消毒液が置かれています。まさにこれぞ現代の手水ということでしょう。そしてさすが元護国神社だけあって、ここには教育勅語が書かれた石碑があります。興味のある方は拡大して読んでみてください。そして二宮金次郎の像があります。北見神社はですね、平成時代には横井庄一さんと並んで有名な残留日本兵小野田博夫ご夫妻や横田茂早紀江ご夫妻も訪れている由緒正しき神社であります。真ん中のですね、藁でできた輪の中をですね、くぐる、そういうシステムになっているようです。本当はこの後参拝も行ったんですが、私が撮影ボタンを押すのを忘れたため、その様子は撮影できていません。ご了承ください。北見神社のこの提灯に赤い菊の門が特徴的ですね。赤い菊ということで、さすが元護国神社といったところでしょうか。それでは今日はこの辺で。